ゴールドからダイエさん、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。では準決勝ということで、本日 93.5 点以上を出さないと決勝に進めないということで、自信のほどお聞かせいただけたらと思います。あ、無理ですね。無理ですか。無理です、ね、なんか前回もなんか無理ですって言いながら結構叩き出してた印象があるんですが、本当この時間にやんないでほしいです。あのすいません、結構あの人数が多くてこの時間じゃないとちょっと申し訳ないです。わかりました。ではあの本日歌われる曲名を教えてください。嵐のワンラブって歌です。あ、はいはいはい、はい、お願いします。では早速歌っていただきましょう、はい、曲の方をお願いいたします。伝えたくて伝わらなくて、時には素直になれずに、泣いた季節を超えた僕らは今とても輝いてるよ。それぞれ描く幸せの形は重なり、今大きな愛になる。ずっと二人で生きてゆこう。100年先も愛を誓うよ。君は僕の全てさ。信じている、ただ信じてる。同じ時を刻む人へ。どんな君も、どんな僕でも、一つ一つが愛しい。君がいれば何もいらない。きっと幸せにするから。雨の中で君を待ってた。優しさの意味さえ知らず、すれ違いに傷ついた夜。それでもここまで来たんだ。かけがえのない出会いは奇跡をつないでく。思い出重なり合う始まりの歌鳴り響いて。どんな時も支えてくれた笑い泣いた仲間へ。心を込めてただ一つだけ送る言葉はありがとう。100年先も愛を誓うよ。君は僕の全てさ。愛している、ただ愛してる。同じ明日約束しよう。世界中にただ一人だけ僕は君を選んだ。君といればどんな未来もずっと輝いているから。ララララ。
ありがとうございます。はい、では得点の方を見ていきましょう。91.92、 あと少しというところで、もう最後ガラガラでしたそうですね、ちょっと怖いことがっていうところで、ゴールドから何か12月イベント情報などありましたら告知の方お願いします。一応12月、来週かな、来週から一応2人、次の次の神宮寺健人君っていう、はい、バースデーがあるのと、はい、あと我らが部長アマテラス光部長のバースデーもあるので、あ、なるほどですね、バースデーが、はい、よかったら2人とも2日2日でやるのかな多分。あ、なるほどですね、はい、よろしくお願いします。はい、詳細の方はホストガイドの方イベント情報を見ていただけたらと思います。ゴールド、ダイヤさん、ありがとうございました。